だから俺はお前を止める。それが正しいことだとしても、お前がこの世界を本来のタイムラインに戻すことを俺は見逃せない。悪いが、今の俺は世界が永遠に繰り返しても構わないっていうスタンスだ。この世界は全て偽りってことさ。今の俺たちは時間という鳥かごの中にいるようなものだ。巫女はロストホールの時に俺を助けてくれた女が産んだ子だ。この人が私のお母さん。キャスターのひなさん、どういうこと？まさか。その女は20時にクォンタムエネルギーと共に18年前へと飛ぶ。そして本来死んでいたはずの5人を助けた。その5人とはお前の父親たちのことだ。ちょっと待って、それじゃひなさんが私のお母さんなの？そうだ。今彼女は妊娠している。まだ本人は気づいてないがな。そんな。ひなは神道から真実を聞かされる。そして彼女は使命を全うするため自ら進んで過去に飛ぶ。しっかりしてください！この子は
待っていられる？うん。頑張ってね。そしてお前の父親は甲斐俊介、スケルトンだ。スケルトン？私のお父さんが。甲斐は時空に開いた穴を閉じて世界をあるべき姿に戻そうとする。でも結局それはやらなかった。どうしてなの？やらなかった。そうか、お前には過去のことが。あるべき姿とはヒナが過去に飛んではいない世界だ。そうなればお前が17年前に生まれることもない。つまり世界を元に戻すとお前という存在は消えてしまう。神道はお前の育ての親だ。一緒に暮らしてきたお前を消すことはできなかったのだ。だったら甲斐って人は。甲斐にも葛藤はあったはずだ。しかし最終的には実の父親として娘のために行動したのだろう。そんな、信じられない。あの人は私が娘だって知らなかったんだよ。確かに甲斐が全てを理解したのは神道から数式を聞いてから。そんな、急に私のために行動できるわけは。できるんじゃないのか。どうしてそんなことがわかるの？血のつながりというのはそういうものではないのか。ひなさんは、私のお母さんは、自分が死ぬと分かっているのに過去に飛んだんだね。お父さんは私を守るために、またずっと誰からも認められなくて詐欺師って呼ばれる日々を繰り返すんだね。甲斐って人は私のために憎しみに取り憑かれて何度もテロリストになるの。それでもいいと思ったのだろう。三人はお前が消えないように繰り返す世界を選んだ。きっと三人にとってはそれが何よりも正しいことだったのだろう。お腹が空いているんじゃないか。あ、なんでどら焼き。こんな美味しいもの他にあるか？私決めた。私がお父さんたちを止める。本当にそれでいいのか？うん。私が世界をあるべき姿に、たとえそれで私が消えてしまったとしても。そうか。お願い、そのために力を貸して。言ったはずだ。私はお前の味方だと。お前が望むのなら私は全てをかけて戦おう。ありがとう。でもどうしてそこまでしてくれるの？それはいずれわかるでしょ。その通りだ。笑ったの初めて見た。最後までよろしくね。任せておけ。あ、そうだ。どうした？ラボに行く前に話をしておきたい人がいるの。ねえ、キスしてもいい？
今あっちにいなかった。私が聞いてるんだけど、キスしてもいいって。どうしてキスしなきゃいけないんだ。どうして。好きだからだけど。好きっていきなりだし脈絡もない。いきなりじゃないし脈絡もあるの。ユーリが知らないだけで。なんか全然動揺してないのね。そんなこともない。やめた。それじゃあ後で部室でね。今のことは忘れていいから。さよならユーリ。あなた怖いものとかないの？怖いの？あえて言うならネズミだな。あなたの体。アルテが来た。急ぐぞ。ここを抜ければ実験室上部にあるコンタムエネルギー保管機にたどり着ける。保管機に入るためにはあれを着用しなければならない。保管機の中には反粒子を転換貯蔵したコンタ。コンタムエネルギー用の磁場カプセルがある。それを手動で切り離して解放。水消滅エネルギーで時空に干渉する。できるな。うん。ただし落下させる前に重要なことがある。カプセルにお前の腕時計をセットするんだ。え、どうして。それは、
私は、そう、だから涙を拭け。ここからは一人でやるの。お前ならやれる。うん、わかった。腕時計を説得するのを忘れるな。それがお前の父親がやろうとしていたことの代わりになる。その時に。お父さん、ありがとう。お母さん、ありがとう。そして、もう一人のお父さん、ありがとう。
るかもしれない。まあ、わかりやすく言うとタイムトラベルの実験だな。タイムトラベル？時速88マイルになると車が火を吹くあれですか？そう。そして君の部屋の勉強机の引き出しから出てくるあれでもある。ああ、といっても今回過去に送れるのは。バンチ、小さな小さな中性子の塊だ。中性子の塊。を過去に送ったらどうなるんですか？過去を変えるということになる。過去を変える？そうなった場合、現在の我々はどうなるか。エメレットの多世界。解釈で考えると何も起きない。何も起きないのですか？別の可能性の世界が生まれても我々にはその存在を認識できないからな。進藤博士、急いでください。分かってる。で、話の続きだ。しかしコペンハーゲン会社で考えると、過去が変われば観測するものによって可能性が収縮する。つまり素粒子単位に分解されてから再構築されることもあり得るわけだ。分解？死んじゃうってことですか？博士。そうかもね。9番モニターに分析結果を出してある。見てくれ。これは予備試験のバンチ注入に対して予測値を超えるエネルギーが発生している。数値から見ても反粒子の追消滅によるものだ。どうして反粒子が発生？原因は不明だ。しかし反粒子の発生は指数関数的に増大している。このままだとあと数分で素粒子レベルの追消滅じゃなくなるぞ。ああ、連鎖追消滅が始まればその爆発規模は試算したのか。9エクサジュール以上だ。半径50キロ以上、関東平野が壊滅するサイズか。ああ。急に安定しだしたぞ。透過した中性子は安定している。何？オイーラーファイマンゲージ。あり。量子交流の波動。先進波を検知。成功だ。実験成功だ。この子の名前なんだけど、美しい命って書くのはどうかな。それでなんて読むの？美しい命って書いて巫女、巫女って読むんだ。巫女、素敵な名前。
や、私なんてまだまだただの天才ですから。最低でも天才を超える天才ぐらいにならないと言われないですし。プリフセフ、エボズスルガフ。エタ・ベネスネスって、ニチボ・アソビナワ。ラズビ、パモエム・ニチボ。ムニェ・パン・ライドセ。ああ、なんでもないです。次の論文の URL を送るんで読んでみてください。帝都大のレーザリングタイムマシンが別のタイムラインを生み出してるんじゃないかっていう仮説なんですけど。おびいてみせ。それじゃ、今度こちらに戻られた時にゆっくりと。メシューフカセ、パクネスワンデバタクサンテ。これで論文もアップっと。ニモジシザビツアニョン。シトウベルノース。クトクトウタイ。はじめまして。え？だから、はじめまして。あ、はい、はじめまして。何が第一印象が大事だ。あいつの言うことなんて聞くんじゃなかった。あの、あなた誰？アービター・ペトロニウス。なんでそんなに不満そうに言うの？猫の名前を私につけるからだ。私がつけたの？そう。今から18年後、お前が私を作る。私が？あなたを作る？あまり手荒に扱うな。ロストホールが起こるぞ。ロストホール？さあ行くぞ。最後のピースをはめに。私にとっては最初のピースだが。もうわけわかんない。